足取り夫婦としても知られている俳優の江口洋介と森高千里。二人の結婚のきっかけになったのは、救急車を呼んだ119番だった。森高が腹痛を訴えて119番をして病院に行くと、急性腸炎ってことが判明。さらに、お医者さんは森高に、妊娠してますと伝えたことで、そこで初めて妊娠が発覚したんだって。それを知った井口が、マスコミから探られて公表するのではなく、自分の口で伝えたい、とすぐにマスコミにファックスを送り、その翌日には記者会見を開いた。挨拶を済ませていた森高の両親のためにも、自分が矢面に立って人肌脱いだってことだよね。江口洋介、男前だね。